20代前半、高校を卒業して無職の女です。両親は私が幼い頃に死んでおじいちゃんに育てられました。とても裕福な家庭でやりたい放題わがままに育ててもらい、高校までは進学したのですが、卒業後は専門学校に入学。しかし実際はやりたいこともなかったので1年で中退。よくある話です。その後はやりたいこともないけど、お金はおじいちゃんに言えばいつでもくれるし、実家暮らしなのでお金に困るでもなく、ただなんとなく社会的な立場を考えバイトして、しかし何のモチベーションもないので辞めるを繰り返しました。バイトして辞める、バイトして辞めるですね。しかしその祖父も、1年前他界、死んじゃったわけですね。おじいちゃんも他界、幼い頃に両親を亡くして、で1年前におじいちゃんも亡くしちゃって、1億円ほどの遺産が私に残されました。せめて1億円あってよかったですね。自分を客観的に評価してみます。これ100点満点です。頭の良さ30、コミュニケーション能力70、知的好奇心50、継続能力10。継続能力低いですね。昔から楽器をやってるので、なんとなく続けて今年の4月から音楽の専門学校に行きます。プロになりたいという強い気持ちというよりは、人とのつながりが欲しいという気持ち、すぐに働きたくないという甘え、でもそれでは不安といういろんな感情で選んでいる道です。ダメルート一直線ですね。うまくいくならこの道でという気持ちもあります。実力は素人に毛が生えた程度だと自覚してますが、自分の資金力を利用して上り詰められる気もします。上り詰めたところで儲かる業界ではないことは分かってるんですが、生まれてきたからには何かを成し遂げたいじゃないという思いも少なからずあります。長くなりましたが、岡田先生に質問したいことは、バカで無知な私が一生働くなくてもいいために1億円の資産をどのように運営したらよいでしょうか。不労所得という形で少しでも継続的にプラスの収入があれば気持ち的に楽なのでしょうが、シンプルに私の脳みそがついていきませんということです。はい。さあどうしましょうね。頭の良さ30、コミュニケーション能力70、つまりコミュニケーション能力があるわけですね。知的好奇心50、あるわけでもないわけでもない、知的好奇心50ってことはあるんですよね。この番組を見てるぐらいだからあるんだと思います。あとこの番組に月500円払ってんだから知的好奇心なきゃ500円払わないでしょ。継続能力は10と。一番やっちゃいけないのはですね、1億円の資産をどのように運営したらという考え方ですね。あとこの資金力を利用しても上り詰めれるっていうのもよろしくないと思うんですけども、結論から言うとですね、1億というお金は何かっていうとですね、東京で楽しく贅沢に暮らすには僕月15万というふうに言いました。で、月に15万使ってもですね、年に180万なんですよ。1億あったら実はですね、55年以上暮らせるんですよ。なのでですね、バカで無知な私が一生働かなくていい。ここに力点を置くんだったらですね、本当に何もしないのが一番いいです。今20代前半だったらですね、55年経ったらですね、70代後半じゃないですか。そこまで生きてりゃいいじゃないですか。そっから先は死にゃいいんですよ。変な言い方しますが、そっから先はもう死にゃいいし、75歳ぐらいで私の人生終わりだというふうに決めちゃって、で、1億円っていうのをもう、その代わりね、変なことに使わずに音楽学校は今すぐやめて、毎月15万円の範囲で楽しく暮らしていったらですね、為替の変動とかいろんなことあるんですけども、そんなこと考えてもしょうがないですからですね、とにかくこれから55年間その貯金をひたすら切り崩して食っていくっていうことだけ考えりゃ楽しく贅沢には暮らせますよ。ただし膨大な退屈っていうですね、あと不安ですか、そういう闇が、手に入っちゃうわけですからね。だから一生バカで無知なまんまで働かなくてやるためには、逆に言えば難しいんですよ。バカで無知なまんまでいなきゃいけない。で、なんかちょっとでも賢く振る舞おうとか、得に振る舞おうっていう雑念を全て捨てて、バカで無知な私が一生働かなくてもいいんだっていう、その一点に絞ればそんなに難しくないと思います。これがね、俺がまだね、20代ね、後半30歳ぐらいだったらね、じゃあその1億円稼いっていうふうに僕いたと思いました。で、その代わり何やったかと、毎月お前に15万円、毎月渡してやるから、それで食えと。で、それ以上要求しても俺は一切答えない。で、お前が55年以内に死んだらの、残額俺がもらうからなっていう契約をして、15万円毎月手渡しする役っていうのをやったと思うんですけども、俺も来年で60ですから、55年の約束をやるにはちょっと役不足かなと思いますので、そういう信頼が心からできる人がいるんだったら、毎月これを15万ずつくださいって渡しちゃうのも一つの手ですね。でもですね、本文内にその他に2つ気になるポイントがあったんですよ。人とのつながりが欲しいので専門学校に行った。もう一つは生まれてきたからには何かを成し遂げたい。このね、2つが鬼門でですね、その1億っていう資本をですね、失ってもいいって思うんだったらですね、人とのつながりが欲しいとかですね、あと生まれてきたからには何かを成し遂げたいという方向に行ってもいいと思います。人間ってね、さっき言った1番目の方法って、やっぱ机上の空論なんですよ。僕もそれが一番いいとは、あなたに向いてるとは思うんですけども、でも、自分のことをいかにね、自分自身でバカで無知って書いても、55年間何も生産的なことをせずに、ただ単に生きていくだけっていうふうに考えたら、それは55年の期間、監獄に閉じ込められてるのと心理的にどんどん変わんなくなっちゃうんですね。で、それに対して楽しく振る舞おうと思ったら、人とのつながりを持ってしまうじゃないか。で、人とのつながりを持った時に、実は自分には1億円の資産があった。それを55年間かけて食っていくんだっていうふうに言ってたら、善意であれ悪意であれ、それを利用しようとする人が現れて、それに対して自分は賢く振る舞おうとして、結局そのお金を失ってしまうというね、なんかね、未来が見えてきちゃう気がするんですね。なんか55年間退屈に暮らすというできないことをやるんだったら、もう自分の稼いだ金じゃないわけですからですね、さっさとなくしちゃうことですね。多分この5年か10年以内ぐらいに何かをしようとして、そのお金をなくしちゃえると思うんですよ。それがなくなってからが人生の第2ラウンドの面白い時期が来る。1億円っていうお金をなくす代わりに、これから生きていく力っていうのを多分どっかで手に入れることができると思うんで、それを手に入れることができなかったら、お金なくしたという絶望しか残らないんでですね、自分を鍛えるためにですね、お金をお使いになった方がいいんじゃないかなと思います。頑張ってくださいですね。